給食鍋ですね。何が入ってるのかな。かぼちゃの中華スープだ。はい、それでは今回はハロウィンキャンプに持っていったかぼちゃの中華スープの作り方を紹介します。かぼちゃっていうと煮物か天ぷらかコンソメ味のスープが一般的だと思うんですが、まあ、今回中華スープにしたのは夜食のラーメンに合わせるためです。では作りましょう。まずかぼちゃを3分レンチンします。長年使ってるとレンジの中はだいぶ汚れてますね。その間に人参を適当に切ります。今回輪切りにしているのは顔とか作ったら面白いかなと思ったんですけど、時間がないのでやりませんでした。はい、それではかぼちゃを切っていきますが、上の方はねまだ硬いのでね、だいぶ力がいりますね。久しぶりに扱う食材ってやっぱり何もかも忘れてますね。で、今回もかぼちゃってレンチンできたんだっけとか思ってね、検索しましたね。で、検索してすぐ出てくるところがまあいいところですよね、今の時代っていうのはね。だいぶ苦労しているようですが、やっと真っ二つにできました。あとは種を取って適当な大きさに切ります。今回は煮込んだ後にも形が残ってて欲しかったので少し大きめに切ってます。あとは玉ねぎをみじん切りにしてしめじを切って鍋の中に放り込みます。それでは味付けです。にんにくと生姜、塩、はまぐりだし、鶏ガラスープの素を加えます。塩の量は適当ですけど、はまぐりだしと鶏ガラスープの素は大さじ山盛り2杯ずつぐらいですね。軽く混ぜたところで味見してみましょう。ちょっとしょっぱいかな。でも後で甘みが出たりとかするし、とりあえずこのままでいきます。アク取り作業が終わったところで保温鍋の保温容器に移します。で、あとは放置ですね。さて、これで準備が終わったわけではなくて、あとはおにぎりを作りましょう。まあ、これぐらいあれば2人 2.5 食分ぐらい足りるかなというところでね、このぐらい作って持ってきました。ちなみにおにぎりと横の2つのタッパーのご飯でおよそ4合です。給食鍋の方は2人分を2食で考えて作って、だいたい2リットルぐらいあります。はい、そんなわけでね、今回のかぼちゃの中華スープはこれにておしまいです。また見てね。バイバイ。チャンネル登録お願いします。What did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind.